こんばんは、天野さん、メッセージありがとうございます。今回の動画ね、今までの動画の中で一番いいんですね。むちゃくちゃいいです。格段にいいです。もう今回送っていただいた人生を変えるために丸々始めましたっていうこの動画、これを基礎としてですね、スタートしていただきたいと思うんですよ。本当にね、でもここまでよく頑張ってこられたと思います。試行錯誤しながら、まあ私のね、なんかこう言葉遣いの悪い、まあ指導とか言いますかね、偉そうに言ったら指導になりますけども、まあよく受け止めてここまで来てくださいました。大抵の方がここに来るまでに終わってしまいます。で、天野さんが今回送ってくださった動画、この動画ね、ご自身でもまだね、こんなもんでいいの、たどたどしいんだけどなって思ってらっしゃると思いますけども、ヒカキンさんもはじめ社長ももちろん私もですね、最初の動画これなんですよ。これが全部同じスタートラインです。よく言いますよね、どんなね、全国チェーンでも最初は1店舗から始まったって言うんですよ。まさにこの動画、この YouTube、 最初の YouTube はみんな同じようなね、まあ本当にね、こんなんでいいのみたいな、自分でもね、びっくりするような動画なんですよ。でも今見ると私ね、再生回数14なんですよ、天野さんのこの動画ね。この14っていうのはどういうことかっていうと、天野さんね、今まで14人の前で何かをね、5分ほどのスピーチをしたことがありますかって聞かれた時に、数えるほどしか経験ないと思うんですよ。でもね、これから YouTube を通じてそれ以上のことがどん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 起きてきます。だからね、本当に人生変わったって言われてましたけども、人生まるで別の人の人生を歩むように、本来の自分の人生が始まったわけなんですよ。これをね、本当のスタートにしていただきたいと思います。本当におめでとうございます。で、今回のメッセージなんですけども、サムネイルをどうするっていう問題がありましたね。サムネイルの仕方に関しましてはちょっとしたコツがあります。で、現在ね、やっていらっしゃる天野さんのサムネイルはいまいちなんですよ。だからここを改善することで、もうグッドなサムネイルを作れるようになってください。非常に簡単です。今私のね、画面を見てください。このバランスだとサムネイルは作りにくいんですよ。じゃあどうするかっていうと、こういうふうにするんですよ。はい、こうですね。こういうふうにすることで、花屋龍馬さんもこれを意識してるんですよ。なぜなら、サムネイルに文字を入れるとき、ここに入れるんですよ、ここに。で、そうすると顔かぶんないでしょ。ここ白抜きにして、こう文字書けばいいんですよ。いいですか、これ実際やってみますんで、この動画に続いて、キャプチャー動画を送っておきますので、これで作ってみてください。それでは今回は以上です。じゃあ続きの動画も皆さんどうぞ。はい、じゃあおまけ動画です。サムネイルを作っていきましょうか。この天野さんのバランスだと、どうしてもね、右と左に、どっちかっていうと顔っていうかね、体が中央にいるじゃないですか。ですんで、これをね、寄せるんですよ。こんな感じで寄せて、天野さんが画面の端っこにいるような形にするといいと思います。さあ、こういうバランスですね。見てください。こういうバランスです。じゃあこれをちょっと修正しますよ。編集ソフトで、これでね、ここに言いたいことを書くんですよ。どうですか?そしたら邪魔しないでしょ?この天野さんのこの体。だから、ニュースキャスターと一緒ですよ。ニュースキャスターも結局ね、ここに文字入れてるんですよ。文字、言いたいこと、ここに入れてるんですよ。2段でもいけますよ。文字、ほらね。こういう風にしていくと、サムネイルがきっちりと書けるんですよ。まあ、ですので、天野さんね、体を、中央ではなくてね、こちらの側、ちょっとすいません。こちらの側に寄せていただくといいんではないかなと思います。もちろん逆方向でもいいですけどね、こっちの方でもいいんですけどね。この文字を書くスペースをやっぱりね、意識して動画の方を撮る、もしくはサムネイル画像を撮るっていうふうにした方がいいと思います。私はいつもこのようにやっております。で、どうしても被るときは、ちょっとしたペイントソフトかなんかで、文字の縁取りをしてね、背景が被っても、文字も読めるし、背景もわかるっていう風にしておくわけなんですよね。これからの私のサムネイルもちょっと参考にしていただければと思います。それでは、また動画お待ちしております。